松本のボンボン、青山様は、長野県松本市で行われる夏の行事。ボンボンは、女の子の行事、青山様は、男の子の行事で、本来は別々の行事だったのではないかとも言われるが、現在はほぼ一体の行事として行われている。神道として体系立てられた神事ではなく、江戸時代に、城下町の町人によって、人為的に始まった、娯楽も兼ねた。 民間信仰に類する。実施時期は懲戒によって違いがあるが、8月上旬から九本頃にかけて行われる。両行事とも、江戸時代末期頃から松本城下の親町三町を中心に行われるようになったと言われるが、その後、行事の範囲が旧城下の外まで広がったと考えられる。両行事とも、四重要無形民族文化財に指定され、 県選択無形民族文化財に選択されている。少子化や車両交通の増加により、かつてはこの行事が行われていたが今では消えつつある、地域もある。女の子の行事で、浴衣姿に宝月蝶地味を下げ、お花紙で作った花を頭に飾り、ぽっくり下駄を履いて、ボンボンとても、今日明日ばかり、明後日は、山のしおれ草と歌いながら、町内を歩く。 歌は愛嬌を帯びており、先祖の霊を慰める行事だったとも言われる。男の子の行事で、青山神社という、小さな登りを立てたみこしを担ぎ、青山様大、わっしょい、コラッシょと掛け声をかけながら、町内を練り歩く。みこしには締め飾りを立て、杉の葉を飾る。祭典を集める町内もあり、 みこしを担ぐ子、みこしを休める代を持つ子、再選銭箱を持つ子と分担を決めて進む。ありがとうございます。